今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、ジャニーズをクビになった芸能人でございます。ジャニーズも歴史のある事務所だから、多くのアイドルたちの引きこもごもあるでしょうね。自分の未来を見据えた対処はよく聞くけれど、クビになった人ってそんなにたくさんいるものなのか？今でも多くの男性アイドルを輩出しているジャニーズ事務所ですが、人の数だけトラブルも避けては通れません。今回はやむなく去っていった人たちを紹介していきましょう。ゆっくりしていってね。ジャニーズ事務所は1962年にコ・ジャニー喜多川さんによって作られた大手芸能事務所です。現在は姪の藤島ジュリーさんが社長を務めています。ジュリーさんはジャニーさんの姉で、亡くなったメリー喜多川さんの娘だぜ。親子でタッグを組んで事務所の運営に力を注いでいたのは有名だよな。力が強すぎて派閥争いの話も絶えないけどね。今回そちらの話は置いておきましょう。ジャニーズはフォーリーブスから始まり、郷ひろみさん、田原俊彦さん、近藤真彦さんらがディスコやロック風の曲で人気を広めていきました。彼らが活躍していた1970年代は吉田拓郎とか中島みゆきみたいなフォークソングの全盛期だったけど、ジャニーズは全く別の路線だったな。フォークソングは親近感があって共感できる曲だけど、としちゃんやマッチの曲はキラキラした非日常的な世界を醸し出していたわ。1980年に入るとアイドル大衆化が進み、渋垣隊や少年隊、そして光源氏が登場し爆発的人気となりました。歌とダンスが見事に調和してかっこよかったわ。ローラースケートも爆発的に売れたのよ。同じ時期にいた男組も異色のロックアイドルで大人気だったんだぜ。1990年代はそれまでのイケメンアイドル路線からマルチで活躍できるアイドルを生み出していきました。代表的なのはスマップだな。トキオや V6 も伝説的なバラエティ番組をいくつも残しているぜ。グループが解散した後もいろんなところで活躍しているわ。そして2000年以降は初期のようなアイドルに回帰しつつも、個性を併せ持つグループがたくさん誕生しています。お笑いが得意な関ジャニ∞、メンバーが全員平成生まれの平成ジャンプ。最近ではアメリカで武者修行した後世界デビューしたトラビスジャパンも人気だぜ。かつてはデビューを待つ子の集まりだったジャニーズジュニアの中にもグループが作られて人気を呼んでいるわ。現在でも300人近いアイドルが在籍しているジャニーズ事務所。中には掟を破り、ここから去る人もいました。最初に紹介するのは関西ジャニーズジュニアだった浅田純也さんです。関ジャニジュニアの中のユニットシャドウウエストやギャングスターのメンバーだった人ね。しなやかなダンスや女装姿が話題になって姉さんと呼ばれて親しまれていたんだぜ。2018年3月、女性とのツーショット写真がネット上で出回り騒動になりました。事務所側からの説明はありませんでしたが、その後に行われたいくつかの舞台公演では浅田さんを囲みメンバーが号泣するなど、普段とは違う雰囲気だったそうです。普通の人ならわからないけど、ファンはきっとわかっていたかも。お相手は読者モデルだった墨田加穂さんでした。浅田さんの首に手を回したラブラブな写真など、いくつも流出したのが原因です。そんなプライベートすぎる写真、どうやったら漏れるんだ？墨田さんがインスタグラムの裏アカウントにアップしていたものが流出したようです。関西ジュニアファンは深い悲しみに包まれ、双方に批判が殺到しました。裏アカでもそんなにがっつり載せちゃダメでしょ。ちょっと常識が足りないわ。浅田くんも、これじゃ脇が甘いと言われても仕方ないぜ。浅田さんはノーコメントを貫いたまま明確な説明もなく、ジャニーズ事務所を退所しています。直接じゃないけど事実上のクビってことだろうな。ファンからの騒動をかばいきれなくなったのかもね。でもジャニーズって恋愛禁止だったっけ？禁止はしていませんが、写真の流出に関してはスルーを貫くスタイルと言われていますね。彼は今、どうしているんだ？退所後に大学を卒業した浅田さんは上京し一般職に就いていました。ですが2019年から溝端淳平さんや池田エライザさんが所属する芸能事務所に所属しており、俳優として活動を続けています。去年あたりから、ドラマで見かけるようになったわよ。余談ですが、お相手だった墨田さんは写真が流出した年に、元 YouTuber の安田よしきさんとおめでた婚をしていました。人気 YouTube グループ変人真面目のメンバーだった人じゃないか。まさか二股かけていたってこと？それでいて浅田くんとの写真を流出させちゃうなんて、随分やらかしていたんじゃないの？ですが約1年後にお子さんが SIDS で亡くなり、安田さんとも離婚しています。現在は美容系の動画を配信しているようです。なんか急に気持ちが落ち込んだわ。
二人とも大変な思いをしたみたいだな。でもまだ若いんだから、前を見て頑張ってもらいたいぜ。二人目は、同じくジャニーズジュニアだった五十嵐レオさんです。彼もジュニア内のユニットセブンメン侍のメンバーだったな。五十嵐さんは11歳だった2012年、大のスマップファンだったお母様の影響でジャニーズ事務所に入所しました。お母さんという強力な助っ人がいたのね。2016年にジュニア内のユニットクラスメイトに加入します。その後ハイハイジェッツなどの活動を経て2018年に結成された、セブンメン侍のメンバーに選ばれました。セブンメン侍は歌やダンスの他に、メンバー全員が楽器を使えることが強みなんだ。五十嵐さんは特技には太鼓があり、師範の資格を所有しています。本格的なのね。多くの舞台やコンサートに出演し、2019年には東山紀之さんと CM の共演を果たすほど活躍していましたが、ここで喫煙の疑惑が浮上してきたのです。ああ、やっちゃったのね。五十嵐さんによく似たキャップをかぶった男性が、飲食店でタバコのようなものを持っている動画が SNS 上で拡散され、大きな騒ぎになりました。さらに酒瓶らしきものまで映っており、飲酒の疑いも出てきたのです。未成年の飲酒喫煙問題はジャニーズだけに限った問題じゃないよな。大抵の場合契約解除になってるぜ。当時五十嵐さんはまだ18歳。もしこの映像が本人だとしたら謹慎どころじゃ済まないのでは、とファンは心配していました。答えは本人が一番知ってるものね。どうだったのかしら。翌年から始まったセブンメン侍の公演に、五十嵐さんの姿はありませんでした。それどころかコンサートグッズからも彼の姿は消えていたのです。ああ、やっぱり本人だったのか。これじゃシックスメン侍だよな。事務所側が本人に事情聴取を行ったところ、飲酒と喫煙の事実を認め2019年6月に退所しています。後日放送されたバラエティ番組では、五十嵐さんの姿がモザイク処理されて話題になりました。こんな終わり方だとメンバーやファンが気の毒でなんだかとっても切ないわ。現在は大分県を拠点に活動する和太鼓演奏グループ、ドラムタオに入団し、公演を行っています。世界も認めた和太鼓の演奏グループじゃないか。活躍する場所が見つかってよかったぜ。3人目は男組の高橋和也さんです。40代半ばより上の人には懐かしい人だな。年末の紅白に出て、大きな話題にもなったわね。男組はジャニーズでロックバンドを作りたい、というジャニーさんの願いから作られたグループでした。1988年のデビュー曲デイブレイクでいきなりオリコンチャート1位を記録し、レコード大賞を受賞しています。タイムゾーンも好きだったな。卒業ソングだけど他とは違ってクールなロックサウンドがかっこよかったんだ。あんなに人気があったのに、あっという間にいなくなったわ。これは高橋さんに原因があったのかしら？はっきりした理由は語られていませんが高橋さんに薬物疑惑が浮上し、メリー北川さんが激怒したと言われています。そうだった。世間は彼が薬物に手を染めたから解散したと思っているんだぜ。ですが高橋さんは疑惑が上がった当時アメリカにいて、疑惑を否定していたにもかかわらず帰国すると解雇通知されたと話しています。じゃあ、実際に薬を使っていたかわからなかったのか。ジャニーさんやメリーさんが全く聞く耳を持たなかったとか？他のメンバーも新聞で解雇を知り、それぞれ複雑な思いがあったそうです。男組は活動休止となり、それは事実上の解散を意味しました。今は全員、ジャニーズ事務所にはいないんだよな。高橋さんの後に成田昌司さんと前田光陽さんが退所し、最後まで残っていた岡本健一さんも2021年に退所、4人はそれぞれ別の活動をしていました。ですが昨年29年ぶりに期間限定での活動を再開しています。30年近くも離れていたのに、よくライブができたわね。しかも、4人は今別々の事務所に所属しているから再結成にはかなり労力が必要だったはずだ。もう一度男組を聞きたいというスタッフの人たちの努力も垣間見えるんだぜ。次に行きましょう。4人目に紹介するのは、俳優の反町隆史さんです。彼ジャニーズ出身だったの？ドラマ GTO からの俳優イメージが強すぎて、全く知らなかったぜ。反町さんは中学3年生の時にジャニーズジュニアでデビューしています。当時は本名の野口隆史で活動していました。平家派というグループで光源氏のバックダンサーを務めていたのです。光源氏の後ろで平家って完全に乗っかってるな。俳優になりたくてジャニーズを退所したなら容易に想像できるけど、クビになったなんて信じられないわ。一体何をやったのよ？反町さんがジャニーズを去ったのは高校生の時です。当時の彼はとてもやんちゃで、素行が悪かったことで有名でした。事務所から再三注意を受けていましたが、ファンの女の子に手をつけてしまい解雇されたのです。
大人になってもちょい悪なイメージがかっこいいんだけど、若い頃は本当に悪かったのね。でも脱退した後で俳優として有名になってるから、彼が元ジャニーズだったことを知らない人も多いはずだぜ。ジャニーズをクビになったことで、逆に社会勉強ができたのかもしれないわ。最後に紹介するのは、元カプンの田中聖さんです。この人ニュースでいろいろ騒がれていたのは知ってるんだけど、結局何をしたの？順を追って説明しましょう。田中さんは2001年に結成されたカプンのメンバーでした。2013年にジャニーズ事務所から、度重なるルール違反行為があったとして専属契約を解除され脱退します。ルール違反は一つじゃなかったのね。一つ目の違反は、事務所に内緒でバーの経営をしていたことです。ジャニーズは確か服用は禁止していたはずだぜ。はい。にもかかわらず田中さんは西麻布のビルで会員制のバーを開いていました。ちなみにこのビル、かつて市川海老蔵さんが暴行事件にあったところと同じ場所です。これは偶然と言えるのか？なんとなくつながりがあるような気もしてくるんだぜ。実際にお店を切り盛りしていたのは田中さんの兄弟でした。彼は時々顔を出し、一緒にお酒を飲んだりカラオケをしていたそうです。そして写真撮影も気軽に応じていたと言います。そんなことしたら一発でバレるじゃないの。そうですね。田中聖に会えるバーと口コミが広がり、ファンが詰めかけるまで2時間はかかりませんでした。当然、事務所にバレるのも時間の問題だったってわけだ。二つ目の違反は、事務所に内緒でイベントを開催したりグッズを販売していたことです。内緒で済むと思っていたのかしら。田中さんは個人で勝手にグループを作ってのライブ開催や、DJ としてイベントに出演するなどカプン以外の仕事を行っていました。仮に DJ として声だけ出演していたとしても、ファンには一発でバレるだろうな。ファンの子たちは、彼が違反していたなんて夢にも思わなかったでしょうね。この時点で事務所から再三注意されていたようですが、彼の耳には届かなかったのです。ここでやめておけば、契約解除にはならなかったかもしれないな。そして解雇となる決定的な3つ目の理由、田中さんの下半身を露出した写真が流出したことでした。酔った勢いで脱いじゃったとか？いや、それだけなら謝罪会見でもすればなんとかなると思うぜ。田中さんは服で隠れるお腹やお尻、さらには局部の近くにも多くのタトゥーを入れていたことが明らかになったのです。そんなところがバッチリ見えてるってことは、わざと近距離で撮ってるんじゃないか？写っていたのはタトゥーだけではありません。局部にはパールに見立てた複数のシリコンボールやシルバーリングが飾られていました。いやー、タトゥーだけでもアイドル像が壊れそうなのに、聞いてるだけで虫唾が走るわ。田中さんは元交際相手の女性にその写真を送りつけ、奴隷になれと迫っていました。それが週刊誌に売られて流出となったのです。事務所側も今までの中で最大限に堪忍袋の尾が切れた事件だと言われています。ごもっとも。事務所を辞めた時、田中さんは、弟には迷惑をかけられないから真面目に生きる。と話していますが、その後違法薬物で5回、知人女性に恐喝の疑いで1回と昨年までに計6回も逮捕されています。弟って、ストーンズの田中樹くんのことよね。そうだ。彼には一切関係のないことだが、世間から色眼鏡で見られてしまうことはあるだろう。メンタル面がちょっと心配だぜ。ジャニーズ事務所も手塩にかけたアイドルたちを、こんな形で首を切らなきゃいけなくなるなんて災難よね。解雇まで行かなくても、事務所と揉めて辞めていったアイドルも多そうだな。解雇まで至らなくても、素行が悪くて困らせていたアイドルに、事実上の制裁を加えたという話があります。田原俊彦さんの話が有名です。トシちゃん、いつの間にかジャニーズからいなくなってたわね。1976年にジャニーズ入りした田原さんは1994年に個人事務所を設立し独立しているのですが、彼のビッグ発言でジャニーズ事務所を怒らせたと言われています。ビッグ発言？なんて言ったんだ？当時の田原さんはマスコミ嫌いを公言していました。レコード会社の指示で長寿誕生の記者会見を開いたとき、マスコミ嫌いの田原俊彦のために集まっていただき、ありがとうございます。この場に挑むことになり、意に反することもありますが僕のエンジェルちゃんのために頑張ります。と、マスコミを挑発したのです。さらに、何事も隠密にやりたいけど僕くらいビッグになっちゃうと、そうはいきません。などと発言し、メディアや世間の反感を買ってしまいました。ビッグ発言ってビッグマウス発言ってことかしら？彼の人気は不動のものだったから、本人も自覚していたんだろう。でも自分で言っちゃったら、ただの嫌味にしか聞こえないぜ。田原さんはジャニーズ時代、かなり女性を口説いていました。毎晩ディスコに繰り出して遊びすぎ、翌日の撮影に遅れることもしょっちゅうだったと言います。
それでも事務所側は彼をかばっていましたが、この発言でついに決別を決めたのです。トシちゃんが稼ぎ頭だったから、何も文句は言えなかったのね。ビッグ発言から約半月後、田原さんはジャニーズ事務所を離れて独立しましたが、退職金は100万円程度だったと言われてます。しかもジャニーズの後輩との共演を一切 NG にされ、実に18年も間干されてしまったのです。ものすごい手のひら返しだな。退職金の金額に、事務所の怒りをひしひしと感じるわ。ジャニーズに手を切られた田原さんは仕事がなく、個人事務所を閉鎖せざるを得なくなりました。コンサートやディナーショーを全国で行うなど地道な活動を行い復活しています。あのトシちゃんがそんな苦労をしていたなんて気づかなかったわ。どんなトップアイドルでも無茶をすれば自分に返ってくるものなのね。表向きは対処だけど、これは事実上の解雇とも言えるんじゃないだろうか。ジャニーズ事務所のように多くのアイドルたちを抱えていると、遭遇する問題は一つや二つではないようです。最近のジャニーズアイドルは個性を重視したグループが多いけど、グループの中での協調性は絶対必要よね。少なくてもメンバーに迷惑のかかるような個人プレイは避けてほしいものだな。ジャニーズ事務所をクビになった人は、アイドルとしてあるまじき行為を犯している人が多いようです。対処してから活躍している人もいれば、そこから落ちている人もいます。過ちとの向き合い方で、その後の人生が変わると言っても良いでしょう。今日も閉店させていただきます。ミルでした。